ゃめちゃ錆びてますからね。結構簡単に取れましたね。
はい、皆さんこんにちは。これ花坂 G を使って、花坂 G はね、基本的にアルミとかプラスチックには使わないでくださいって書いてあるんですけど、ちょっとねアルミニウムの部品で錆落とししたいのがあったんで、まあ、ちょっともうねダメ元でやってみたんですよ。そしたらこちらの写真の映像の通りですね、この鉄の部分がすごい綺麗になりましたね。そう、この真ん中のパイプ、ここガソリンが通るパイプなんですけど、こちらもねすごい綺麗になった。ただこのアルミのハウジング、こちらはですねすごいこう表面がね、カッサカサになってしまったんですよね。最初なんかね黒っぽくなって、あの歯ブラシでゴシゴシこすったらなんか表面の黒いのが取れて、なんかツヤ消しな感じになってしまったんですよね。はい、ただ別にボロボロになったとかそういうわけではないので、おそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。ただこれすごい、もう10年以上放置されてたフューエルコックで、コックがねいまいち回らないので、ここにですね対策をしてみたいと思います。こちらですね、ベルハンマーゴールド、ちょっとこれで動くようになるかやってみたいと思います。はい、今ベルハンマーを吹いてですね、こう動くようになりました。水を上げて、ここに滑らかに動くようになりましたね。